ドラクエ4の僧侶、クリストとミニアについて見ていきましょう。今回も DS 版準拠で装備やステータスを見ていきつつ、軽く FC 版についても触れていき、最終的に2人の違いを比べていきたいと思います。概要欄の方にこれまでの比較動画を貼っておきますので、まだ見てない方がいましたら見てくれると嬉しいです。まずはクリフト。MP が低くなった代わりに力が少し伸びた魔法使いという感じのステータスをしています。最終的にカンストする素早さはクリアレベル帯でも100前後まで伸びるので、敵より早く補助や回復をしやすいのが評価ポイントです。覚える呪文はクリア後に加入するピサロを考えなければ、クリフトのみがスクルト、エホマラー、ザオリクといったパーティーの生命線となる3つの呪文を覚えることができます。ダラキについては最後に触れます。まずスクルトですが、4のスクルトは仲間全体の守備力を 100% 上昇という後の作品の 25%、50% 上昇と比べるとどう考えてもおかしい強さです。ちなみにスカラは 150% 上昇です。高すぎる。1回使うだけで物理ダメージを大幅カットでき、2回かければ痛恨や固定ダメージ以外の物理攻撃は考えなくていいほど守備力がアップします。さらに上限値も999と高いので、エスピサロやチキーラなどの強力な物理攻撃を簡単に完全無効化できます。多分4のスクルトが強すぎて、後の作品のスクルトは上昇値、上限値ともに抑えめになったんでしょうね。エホマラーは75から95回復で、さらに戦闘中はスタメンのみ回復と、回復量が100以上、控えまで回復できる後の作品より使い勝手は悪いですが、それでも後半のボスのブレスや全体呪文など強力な全体攻撃に対して回復を間に合わせるには必須の呪文です。さらに移動中は馬車まで含めた全体回復呪文なので、雑魚戦後の一斉回復としても使いやすい呪文です。エスピサロ戦以降のボスは灼熱や輝く息など最上位のブレスを使ってきて、ベホマラーだけだと回復が間に合わなくなってくるので、賢者の石と組み合わせて使っていきましょう。ザオリクはシリーズおなじみの効果で、味方が倒れてしまった時の切り返し手段として重要な呪文です。ちなみに FC 版はザオリクは仲間が倒れたら優先して使ってくれるのですが、スクルトは一撃で大ダメージを食らうほど仲間全体の守備力が低い時、エホマラーは作戦命を大事にプラススタメン3人以上の残り HP が4割程度と、実用的に使うのがかなり難しいです。とはいえその他回復呪文の存在からクリフトはやはり欠かせない存在です。装備は勇者やライアンほどではないですが、かなり重装備が可能で、はぐれメタル装備一式を装備すれば耐性、守備力ともに大きく補強できます。はぐれメタル装備が回ってこなくても魔法の方位や力の盾、ミラーシールドなど優秀な耐性防具があります。しかしブレス耐性がある装備がはぐれメタルの盾、力の盾のみで、 FC 版はどちらも耐性がなくブレスに対してかなり弱いので、そこは注意しましょう。個人的にはクリフトに優先的にはぐれメタルの盾を回してあげるのがいいと思います。武器もはぐれメタルの剣が回ってこなくても、序盤はホーリーランス、バルザックプラス討伐後はマグマの杖、中盤小さなメダルが集まったら奇跡の剣と、ストーリー進行に沿ってしっかり強い武器が手に入り、低めの力を補えるのが嬉しいところです。さて戦闘での運用ですが、雑魚戦よりボス戦で活躍するというか、ボス戦では必須級の存在です。クリフトの生存がパーティーの生存と言っても過言ではないので、後方に置いてまずはスクルト、その後様子を見ながら回復やスクルトの重ね書きをしていきましょう。元から素早さが高いとは言っても、確実に先制して回復補助ができるように星振る腕を優先して回してあげましょう。ちなみにクリフトははぐれメタルの剣が装備できるキャラクターの中で最速なので、メタル狩りにも使えますと。 DS 版では特に火の打ち所がなく優秀なクリフトですが、せっかくなので PS 版では命令しないとものすごくポンコツになってしまうことについて紹介したいと思います。その理由を説明するために、まず一切命令できない FC 版のクリフトから解説します。FC 版の AI は学習システムで、ターン経過ごとに少しずつ学習が進んでいき、敵の行動や体勢を学んでいきます。そのため FC 版のクリフトは回復をする必要がなければとりあえずザラキを使うという思考になってしまいます。雑魚戦ではまあそこまで問題ではないのですが、問題はボス戦。全滅再戦をしない限りボス戦は1回きりなので、そもそも学習するタイミングがなく、無意味なボス相手にもとりあえずザラキを撃つクリフトが誕生してしまいました。
まあこれはどの魔法キャラにも言えることなのですが、回復補助の面から高確率でパーティーに起用されること、低確率だとしてもダメージを与えられる可能性のある攻撃呪文と違い、ただただ無意味なザキ系を使うことから、クリフトイコールザラキのイメージが多くのプレイヤーに印象付けられたのかなと思います。ザラキを減らすためには作戦を命を大事にする、アストロンで時間をかけて学習する、ブライの紹介でも話しましたが敵に魔法ステをかけるなどの工夫が必要です。さてこの命令しないとザラキを連発する思考、なんと PS 版でも引き継がれました。 PS 版の AI は状況に関わらず一定確率で雑誌系を使うというもの、 FC 版の学習システムとは違い、どんな状況でも一定確率でというのが肝です。効かない相手にたまにザラキをするなんてのは可愛い方で、味方が瀕死の時や相手が魔法かんだ状態の時、作戦を俺に任せろにしている時なども全く気にせずザラキを使うことがあります。まあ大半のプレイヤーが命令するとは思いますが、さすがにこれは頭悪すぎますよね。堀井さんによるとザキ系を使わないクリフトがクリフトっぽくないと思ったかららしいです。いや遊び心の行き過ぎって恐ろしい。さすがに批判が多かったのか、DS 版でこのシステムはなくなりました。続いてミネア、クリフトと似たステータスですが、クリフトと比べると力が高めの代わりに素早さが抑えられているという感じですね。覚える呪文はクリフトと違いベホマラ、ザオリクがなく、回復のエキスパートというほどではないです。しかしベホマまではしっかりと覚えますし、バギ系の攻撃呪文で他の仲間と協力して雑魚の一掃で仕事ができることや、ミネアのみが覚えるフバーハの存在としっかり強みがあります。フバーハは炎吹雪半減とおなじみの効果です。フバーハを覚えるレベル29になるのは早くてエスターク戦前後でしょうか。エスタークの凍える吹雪やヘルバトラーの激しい炎に加えて、クリフトの紹介でも触れた通りデスピサル以降のボスも超強力なブレスをしてくるので、フバーハがあるかどうかでパーティー全体の火ダメージが大きく変わります。80から100ダメージの激しい炎あたりまでならフバーハだけでもなんとか回復が追いつきますが、それ以上になるとフバーハ込みでもかなりダメージが大きくなるので、クリフトのベホマラーと組み合わせて使っていきましょう。またミネア専用のメガザルももちろん強力なのですが、4は装備した人が死亡すると自動でメガザルが発動するメガザルの腕輪があり、移民の街で普通に買えるのでそこまで重宝するということはないです。ちなみに FC 版のフバーハはキャラごとではなく、言うなればフィールド全体にフバーハがかかる感じで、味方の魔法カンタなどの影響を受けず、さらに死亡からの蘇生、控えとの入れ替えなどをしても常にフバーハの状態になるのでかなり強力です。スクルトなどと違い条件が緩いため、敵に魔法ステをかければ高頻度で使ってくれるので使い勝手もいいです。魔法ステを使うことでラリホーを連発する癖もなくなるので一石二鳥です。装備もクリフトと似たような感じでハグレメタル装備まで可能ですが、クリフトと比べると装備できる盾の種類が少ない代わりに強力な鎧が装備できるという感じです。盾はハグレメタルの盾の次に強いのが鉄の盾とちょっと弱いですが、鎧は船入手後から魔法の包囲が手に入るのに加えて、マーニャ編でも紹介したマジカルスカート、水の羽衣、天使のレオタードなどかなり強力なものがしっかり揃っています。ドラクエ4は魔法よりブレスの方が痛いので、2人ともスタメンに入れる場合はクリフトのブレス耐性をハグレメタルの盾で、ミネアのブレス耐性を水の羽衣や天使のレオタードで補うのが個人的にはいいと思います。ミネアの盾が弱い分の守備力不足はクリフトのスクルトで補えて相性がいいです。武器はハグレメタルの剣の次に強い武器がマグマの杖で、67も攻撃力の差があるので、できたらハグレメタルの剣を回してあげたいところです。雑魚戦ではバギークロスがあるので、ボス戦でミネアがメインの回復役となるのか、クリフトと組み合わせて回復兼攻撃役となるのかで回す武器を考えてあげましょう。クリア後はグリンガムの鞭も手に入り、そこそこの力と合わせてダメージを出せるのがいいですね。さて戦闘での運用ですが、そこそこの力の高さ、装備の強さ、攻撃、補助、回復呪文の存在から全ての場面でオールラウンダーに活躍できます。ミネアはクリフトより素早さが低いので、ミネアにも星フルーレを装備させる、難しかったらピオリムで底上げするなどして補助してあげましょう。ミネアも特に火の打ちどころがないのですが、実は FC 版のミネアはレベル35での HP は130程度で、レベル99でも255とかなり低いです。最後尾に配置してちゃんと装備を整えてあげればまあ足りなくはないんですが、スクルトを使いにくいこともあって攻撃の重なり方次第ではあっさり倒れてしまうので気を配ってあげましょう。命の清めを使ってあげるのもありです。
最後にクリフトとミネアの比較です。結論から言うと2人とも強いですが、序盤から長く活躍しやすいのはクリフトです。スクルトを覚えるのが早く、スクルトがあるかどうかでボス戦の難易度が大きく変わるのでクリフトは必須です。またミネアはそこそこ力があると言っても物理組ほどではないですし、ルカリアバイキルトもないので序盤からクリフトミネアを両採用するとどうしても攻撃力不足を感じます。もちろん安定感は増しますが、個人的には中盤までは主人公クリフトの2人で十分だと思います。とはいえ終盤のボス相手にはフバーハは欠かせませんし、クリフトと組み合わせてしっかり回復をした方が安定した攻撃ができます。ミネア自身でも強力な武器が回ってきてサブアタッカーもこなせるようになります。というわけで中盤まではクリフトを、強力なブレスが登場する終盤はクリフト、ミネア両採用がおすすめです。 FC 版では先ほど話した通りミネアは HP が低く、当時は呪文を使う基準や耐性の強さなどもいまいち知られていなかったのでミネアをほとんど使わなかったって人も多いかもしれませんね。 FC 版をプレイしたことがある人はどうでしたか。そしてこの2人も僧侶タイプといえばそれまでですが、攻撃呪文の有無や補助の方向性、防具でブレスと魔法どちらが補いやすいかなど細かい点で違いがあって面白いですね。というわけでキャラクター比較僧侶編は終わりたいと思います。このチャンネルではほぼ毎日ドラクエの動画投稿や縛り配信などをしていますので、よかったらチャンネル登録の方お願いします。それでは今回はこの辺で、ここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。